ポポ待ちきつい。ポポ、来てくれー。リーパー。リーパーならクトゥルフやりたい。新アイテム、ポポとクトゥルフ。まあ、ちょっとお食事でもして待ってるわ。お金貯めて。よし、これでいこう。よし、お食事リーパー。お食事フライパンリーパーで序盤はいける。で、クトゥルフ来てくれ。リーパーだったら多分ポポよりクトゥルフの方が来てほしいな。オッケー。で、あー、スラバートね。いや、欲しいけどカバンがねえや。ほい。で、もう野菜集めてくわ。セール品やから買っとこう。よし、いってらーい。これで勝てる。耐久リーパーは強い。リーパー強いよな。楽やもん。無理？あ、すいません。あの、勝てるとか言ってすいません。勝てると思ったんです。あ、炎とリジェネか。燃える石炭強いよな。多分これやねんな。これで俺の毒も解除されたから。ね。わ。もう来た。それは使いましょう。んで、パワーちゃんにしてもいい。で、パワーちゃん X の夢も終えるから、探検は売ろう、とりあえず。あ、貯金箱はいいでしょ、別に。で、ガチャはちょっとさすがに、やっぱ序盤やんのは弱いな。序盤のアミュレットガチャはちょっと弱い。それやりすぎて負けてる気がする。なんか昔に戻った感じ、最近。ガチャは引いときたいんだけどね。ちょっとガチャ我慢しよう。そしたら序盤勝てるはず。よし。いや、スパイシーバナナやな。安定取ろう。で、カバン買って、まあ、ご飯ください。ほい。バナナ2本あったらフライパン触れないかな。カバン予約して、次へで行っか。よし、行こう。とりあえず、ムチ振るっときゃ勝てるでしょ。今の間は。どうですか？斧の方が強い？いや、そんなことはないはず。スパバナさんの脅威の回復力と、ムチ力と、毒で勝てる。これでね、あー、かまあ。それは、またこっちに戻っちゃうな。0.9、0.9。ちょっとスタミナきついけど、戻るわ。カマパンダでいい。で、クトゥルフ。カマパンダクトゥルフ目指します。で、こうして、バナナここ置いて。で、早めるのはバナナ。まあ、ええか。もう一個キノコあってもいいけどな。ポイズンスラバートの道もある。ってことは、ポポは合わないな。ちょっと今回の構成。クトゥルフやね、欲しいのは。まあ、溢れないよな。触れないけど結構毒入るから、まあ、なんとか買ってくれるはず。よしよし、パンダなってほしい。スタミナ消費だいぶ下がるからね。 OK で、エピック20。あー、コラクリ引いてもよくない？買いました。あ、それがいるね。よし、これ置いて、で、これで多少なりともコラクリの出る確率も若干上がるはず。今だったらレア枠がエピックに変わってくれて、コラクリもありえるから、まあ、ショップ会員カードはありやね。お、バナナさらに早めた効果出てるぞ。なんか触れるようになってる。結構ただライトセーバー強いな。ダメか、惜しかったね。もう相手、缶桶だけでそんなに毒入んねんな。あ、ていうか、俺のをクレンズされてんねんな。ポーション強い。何？半額の鎧だと？欲しくなるじゃないか。欲しい。で、うい。コラクリの需要高まる。はい。うい。来た！ナイス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 。次やな。
これ今買うのは無理だ。鎧は鎧で、まあ、あったら嬉しいし。OK。さあ。さあ、カマパンダまでは、動線ができたぞ。あと、ブルーベリーも欲しいな。パンダになった後の。今んとこもうちょっと回したかったけど、でもコラクリを予約しての回しになるからな。まあ、仕方ない。コラクリいくらでも欲しい。毒構成やから。鎧に乗っけたい。いいよー。アーマー買っといてよかったぜ。スパイシーバナナの回復やっぱ、まだまだ効いてるね。いいよ。で、死神の釜で結構殴れるから、ヘキサ行くか。って言ったら来るんだけどね。まあ、これ、買い物はこれでいい。で、パンダモニウムにして、回復力一応上げるか。いや、回復力なんか、ああ、まあまあまあ、スパバナの回復力上げよう。置いて。よし。カマパンダの準備はできた。で、あとは、ショップ会員カード、レア30。あ、もう一枚引こうか。回そう。うん。で、コラクリいくつあったっていいから、ここで回すのはお得。両方引かないね。ありがとうございます。早カバンは買おっか。ヘキサの当て方、まあ死神の釜当てでいいよな。うん。この子の火力、まあまああるから。クトゥルフはペットですね。そうですね。ペットのクトゥルフが、飯を全部暗黒にしながら早めてくれるという代物なんですよ。なので、これで闇の儀式が来てくれたらもう神。ゴッド。エンジェル。よし。OK。釜は早めてもいいんだよな。釜、2個目。2個目は無理。レア28、エピック25やろ。ここはショップ会員カードを抜いて、回すとき。おりゃ。ブルーベリーありがてえ。マジありがたい、それ。カバンもいるな。あると、自由度が違う。ほい。来た。いいですね。待って。順調すぎる。そうか、この子が入れるデバフの毒も2倍になるんだよな。そうだよな。だから乗せたいな。うん。これでいいね。よし、行け。順調だよ。クトゥルフ来てくれ、もう。もう来てくれ。俺は。ポポではない。クトゥルフだ。まあ、ポポ来たら一応迎え入れる?あ、ナイス!いい毒入ったね。負けるかと思った。69ダメ。よい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 。いい毒入ってます。闇の儀式来た。完璧やん。完のペキやん。さ、で、堕落の鎧なぁ。君じゃないんだ。お、破滅だけ。マジか。もう、ペキの缶やん。破滅だけまで作れちゃう。準備ができすぎてるよ。早く来てくれ。間に合わなくなっても知らんぞ、ほんまに。破滅だけができたらちょっと構成は考えなきゃいかんな。コラクリ、堕落の鎧にすると、新生アイテムに暗黒で、暗黒付きのアイテム一つごとに、相手のマイナス効果を解除する効果を阻害。それも欲しいけどね。けど、コラクリもう一個引くまで我慢やな。なんならレア25、エピック25、この間に、まあ一回回そう。おい、コラクリ構図。買おうか。よし。さあさあさあ、毒めっちゃ入るよ。で、毒めっちゃ入るから、コラクリでアーマー貼って、で、毒、いい!いいね。森の仲間たちは毒で汚染されました。よし。この森はしっかり汚染してやったぜ。ナイスだぜ。これさ、予約すると、ユニーク枠が一つ減るとかあんのかな?
まあこうやな。はい、ちょっと1個乗らなくなるけど、まあまあこう入れたいよ。でヘキサニキを、あ、ここ置きたいけどパイナップルの尻がでかい。全方面に乗せたいけど、あ、これで乗るじゃん、いいじゃん。で何気暗黒、単体暗黒くんいらっしゃいませ。コラクリ、えい。あ、メッシ、メッシアミュ来るかな。メッシアミュと鋼鉄アミュはいい。メッシアミュ鋼鉄アミュだけか欲しいの。あ、ちょっと分悪いけどな。でももうやってもいい頃合いやろう。よっしゃー、もう本当に素敵で、あ、ここで全部早まんじゃん。暗黒5個、隣接、いやほんまクトゥルフが来る準備できすぎている。でクトゥルフこの辺来ればいいよな。で破滅だけ早めてもらって、あー、もう準備できすぎてる。カバン買おう。クトゥルフプラチナ会員カードも用意してる。こことか置けた方がいいけど、まあ無理か、もうこれでいいや。クトゥルフ、クトゥルフ来てくれ。完全にクトゥルフ待ち。うん、どうだ、スタンダがスタミナ切れ出したぞ。向こうバーサクしてるけど、こっちの毒がすごい。いや、いいアーマー、アーマーは64ね。堕落のクリスタル、いい生成です。聖なる鎧、ニンニク、いや、いいね。でクリティカルも出てる、 88%100%、 いい、いい、非常に良い。はい。さて、不安定な再構築機くんは、石になりました。頼むわ。まあ、今欲しいのなんだ？コラクリか。ニンニク買ってみて、チーズ出るかなとか、チャレンジしてもいいけど。まあ、ニンニク安いからちょっと。パイナポー。でかいのよな、君。いや、やめとこう。ランプか。あー、いいね。石打ってコラクリ。うん。あー、早かばん欲しいな。あんま予約したくないな。これでユニーク枠埋まるんやったら嫌なんだけど。大丈夫よな。ユニーク枠って1個やし。よし、いってらっしゃい。クトゥルフ。俺はもう正気じゃない。来てくれ。正気じゃない。盾やめてくれ。毒入れ、毒入れ、毒でアーマー張って、よし、強い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 ねん。こっちはええ感じに強いねん。死神の釜もクリティカル出とるねん。毒もすげえ入っとるねん。来てくれ。あとはクトゥルフが来てくれるだけでいい。毒入ってるぞこれ。クトゥルフ、クトゥ、あー、まあ嬉しいの来たよ。嬉しいのは来た。まあいいわ、とりあえずコラクリ。堕落せし鎧にしてもいいな。カードいらんね。ガッチャ、まあいっか。予約でニンニク打っても買えないからな。堕落の鎧ね。じゃあ堕落の鎧クトゥルフ来てからでもいいんやけどね。コラクリ置いてたら80アーマーも増えるから正直その方がいいんだけど、クトゥルフが来てくれたら相手の、あ、デバフ取り阻害がめっちゃつくから、クトゥルフ来た後やったら堕落の鎧めっちゃいいのよな。相手のデバフ反射もあるし。堕落させるわ、うん、堕落させるわ。もうクトゥルフ来るって。だって俺プラチナ会員カードまで置いてんねんで、来ないわけないじゃん。うん、やめて。あ、危ねえ。今貫かんかった、びっくりした。ちゃうわ、殴ってきた後にすぐにアーマー張ったんか、またドゥドゥドゥって。いや、びっくりした。でも速攻攻勢にも勝てる、強いんだクトゥルフ。来たでしょ、ほらほら、言ったじゃんね、言ったじゃん。でどう組むの、この辺全部暗黒なったけど、この辺の飯が全部暗黒になりましたが、
その後どう組めばいいんでしょうか。こう組めばよかったんか、そもそも。この辺の飯は全部暗黒になりましたよ。だけど鎧鎧をどう当てればいいのかという問題は解決しておりません。来たけどや、破滅だけはもともと暗黒やけど、星付きの暗黒属性で星付きのランダムな食べ物を一つ発動するやから、やっぱできるだけ隣接させたいよね。なんとなく全体を90度回したい。うん、気持ちはわかる、気持ちはわかるけど入らないんだ。入らないんだ。その気持ちすごくわかるけど入らないんだ。聖なる鎧なあ、うん、あー破滅セットきた。破滅だけセット、まあ鎧もう一個は無理や、置けねえわ。でバン、で、あこの辺いやいやできそう。ブルーベリーめっちゃ欲しい。鎧この辺置いてさ、うん、でここブルーベリー、ここ飯みたいなのいいじゃん。パイナポーいやいや、あじゃあいやいやしてないわ。闇の儀式そこ入るといやいやしない。飯が1個減るのは一番良くないよね。今来た人が全員ドン引きしてる。何ですかこの雲は。まあこの五輪節か、プラチナ会員カードもういいか。バナナ打ってキノコ買っとこう。キノコめっちゃくるな。破滅だけキノコ、破滅だけにする。ここ堕落の鎧あんまり暗黒隣接できてないな。さあクトゥルフの力見せてくれ。お、いいぞ。クトゥルフの力なんか強そうに見えるぞ。どうだ、待って、見てよ、見てみよう。10ダメージを与えた、10回復した。体力10奪い、星付きのランダムな食べ物を1つ発動する。だから、クトゥルフでそうとするんじゃなくて、クトゥルフが発動を、で、破滅だけ発動。そうなんだよな。クトゥルフの御前に置くのは、破滅だけばっかりにしたいな。できたら。で、クトゥルフでもう一回破滅だけ発動してもらって、まあ、まあ、ええか、でも。ここの破滅だけがいっぱい発動してくれたらいっぱい毒入るでしょ。でクトゥルフでもう一回飯が発動したらパンダモニウムが毒つけるし、まあ、それでいいのか。そうやね、破滅だけでパン、あここの6毒強いな。いいね、クトゥルフ発動、破滅だけで6毒、パンダモニウムで8毒、クトゥルフニンニク発動、パンダモニウム発動、これでいいんだよな。解除阻止は出ない。あ来た来た、解除を阻害された、出てるね。やっぱうん、10% の確率、今 20% かな、 20% の確率で相手のマイナス効果を解除する、効果を阻害する、これはこれでいいと思う。でこっちに毒つけてきてるのも反射してるし、だいぶ強いと思うぞ。いやいや効果ニンニク、あーでもベニテングだけも早なったね、 4.3 秒で。じゃあベニテングだけ置くか、こう置くか、これで堕落の鎧の隣接が増える。パイナップルこの方がいいな。でこうしてダガーこう置いたら闇の儀式の隣接もさらに増える。ほい、あブルーベリー、それ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 、ここブルーベリーにすると破滅だけが入るんですよね。なんとなんと、これなんとですよね、暗黒6隣接、あなんとですね、これ死神の釜に入るんですね。なんとトンガラシで全体が速くなったら毒回んのも速くなるからな。トンガラシは欲しいな。チーズ最強食材来ちゃった。それニンニク2つ打って、最強食材ここ入れます。でトンガラシここ入れます。急にバナナ置くとこなくなった。スパバナが寂しそう。これスタミナ大丈夫かな、見といてみようか。まあ、スタミナ消えてもいいっちゃいいねんけど、ちょっと見てみましょう、これで。よっしゃ。パイナポーもね、シンプルに速いから、毒が入るはず、たくさん。うわ、毒負けるかと思った。
狼の紋章は、うん、そうね。モンスターいっぱい乗ってて、うわ、意志が。モンスターって言って、まあ、クトゥルフのせいで。モンスターじゃない。ペットたちがたくさんいて、まあ、クリティカルが乗りまくった、石とトゲツエと優美なるレイピアでボコボコにされてて、よ、相手の火力的には、あ、石、まあ、こんなもんかって感じやな、石。でも合計で100ぐらいはダメージ出てるから、いいダメ出てんのか。こっちはパンダモニウム40も入ってる。で、破滅だけで80。合計。素晴らしい。で、闇の儀式は暗黒隣接多いので7秒で発動してる。素晴らしい。毒180、いいね。体力回復は、まあ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 、それはそんなもん。すらばしい。来た。これちょっと、あれだな。サムネに、しにくいな。怖いから。モザイクかけるか。ねえ。クトゥルフ、ちょっと怖いので。でね、ここにブルーベリー置いてあげたいな。クトゥルフ神のために。ここの一マスね。スタミナは大丈夫やったね。オッケー。だバナナいらんかもしれん。一マスカバンか。はい。で、別にカエルいらなくて、飯ガチャしてもいいけどな。まあ、カバン、ああ。破滅竹三つ目はやりすぎかな。やりすぎたっていいじゃない。よし。生き方としては、これ、右開いてんだよな。何度も確認するけど。開いてんだよな。これでいくか。スタミナちょっと怖いね。言うて。言うてちょっと怖いね。何もないねん。スタミナ補助が。普通に。だから盾あるとね、普通に触れなくなっちゃうからさ。まあ毒で戦うから、そこまで痛手ではないんだけど。でも鎌まあまあ火力出すからな。まあまあの生成強すぎて。体力減らへんわ。もう 172? ひえー。ほぼ毒やけどね。まあ死神の鎌もね、ちょっと火力出すからさ、一応スタミナは持たせたいんだよな。スタミナ切れ起こしてるよね。そうやんね。だからバナナも一応置いときたい。そんなに重要ではないけど。で、毒。毒すごいなぁ。パンダモニウム74、破滅破滅。破滅破滅。まあこの子ら、この死神の鎌の中入れてるからね。もう一個の破滅はさすがに死神の鎌には入らない。残念ながら。ああ、開いた。開いても暗黒構成やけどね。いや、本家ですよ、こちらがやっぱり。暗黒といえば。デバフ入れたるぜ構成。毒ちゃんの杖と合わせて。いやいや。全部反射してしまいます。強い。お、ブリオが半額。それは、で、ここ暗黒なっちゃって。で、ダラクセシ鎧の暗黒隣接増えて。で、これ、とりあえずこれ買いでしょ?買いでしょ?で、これでまたアーマー増えるでしょ?で、ここに置いたってまあまあ暗黒取れるな。おいおいおい。おいおい、でも、いや、ここ置きたいな。うん。パンパンや。いや、パンパンじゃない?ここ空いてんねんって、だから一列。パンパンじゃないのよ。一列空いてんねんって。ちょ、あ、来た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 。君だ。1円作れねえか。もうこの13アーマー捨てるか。これだいぶ暗黒乗ってるな。うん、プリオ。いいな。まあ、ゴッドカバン捨てるか。で、バナナこう置いて、破滅の隣接増やして、で、スパイシーバナナさんも寂しくないね。おー、じゃないよな。うん、これでいい。で、ブルーベリーが来たら、ちょっとクトゥルス様に捧げたいな。し、完璧やないか。で、ちょっとこれ、ここか。ここだね。よし、これで全部飯乗ってる。素晴らしい。だいぶすらばしい。で、暗黒隣接、1、2、3、4、5、6、7、8! 8隣接とか、初めて見るぞ。儀式殿。儀式も喜んでる。これ、コラクリも2つ。防御である。すごい。で、クトゥルフ様が真ん中に
君臨してるのが、まあ、美しい。とても美しい。とてつもなく美しい。クトゥルフ様、クトゥルフ様、毒がすごいです。いやいや、クトゥルフ様、負けないです。とてつもなく強いです、クトゥルフ様。ありがとうございます、クトゥルフ様。まあこれクトゥルフいなくてもこんだけできてたら普通に強いけどね。いやいやいや、そんなことはない。クトゥルフ様 2.44 秒、クトゥルフ様が発動して、唐辛子が発動して毒入れる。唐辛子がまたヒート溜めてね、いい感じに仕事してくれるんすよね。これはもうリーパー、ザ・リーパー毒構成。破滅だけ別に単体でも15出すんやな。結構出すね。いいね。で、ホラクリが2つになって、アーマーは138。バケモンみてえなアーマー。うえうえぐえ。負ける気がしねえ。まあ、スタミナ補助置いてもええけど、いやもう、あ、ガチャの時間です、クトゥルフ様。いらないね。早カバン、ブルーベリー、チーズ。そこで最強食材のおなりか。これもう隣接気にせんとダブルチーズにした方がいいかな。ダブルクォーターファンダーチーズにして、最後はクトゥルフ様を拝むか。いや、ここ2マスカバン2マスカバンにしてクトゥルフ様を拝もうかと思ったけど、それやると縦4カバンが使いにくうてしゃあないので、おお神よ、最後の試合も私に勝利を与えたまえ。ゆっくり見るか。クトゥルフ様、負ける気がしないでございます。相手はバフ阻害がないです。 あるか、一応あるでござる。ドラゴンクローがあるでござるが、そんなもの気にしなくていいでござる。堕落の鎧が頑張るでござる。もうこっちは体力が減ることもないぐらいアーマーが腫れるござる。いや結構耐えてる。うん、毒ちょこちょこ無効化してたね。無効化無効化って出てた。だけどちょっとすごいな、これは。出来上がりすぎている。毒構成としての仕上がりがすごいんだけどね、普通に。そう、破滅3つやからな。ここの形がすごい。で1個クトゥルフが起動するからな。でバフも結構詰めてんな。チーズ発動もあるし。クトゥルフ様 2.39 秒。いやすごかったね。ドドドド満足です、これは。神よ、ここにブルーベリーがあったらね、さらにクトゥルフ様早められたのにね。これが暗黒になるか。 15% 早なんのか。あ、いいね。ただブルーベリーを発動させちゃう場合もあるから、どうなんだろうね。あんね、今の方が破滅だけをたくさん発動してくれてる確率が上がってたから、この形でも良かったのかもしれない。ここブルーベリー置くとクトゥルフは早くなるけど、ただ破滅だけに当たる確率が4分の1になるから、それ考えるとこの形でも良かったのかもしれない。なのでこれで良かったのかもしれない。あー、鎧一マス下げて、あ、確かにここ全体下げて、そうか、これを全体ちょっと下げて、でクトゥルフ様の右にトンガラシとか置いて、ほんで堕落せし鎧の隣接増やすっていうのはできたか。ちょっと破滅だけの隣接は減りそうやけどね。いや、コラクリね、余ってたら置けるけど、コラクリはアーマーに貼りたくない。あ、でもまあ堕落せし鎧これでパンパンやから、もう一個コラクリ来たらここに置けばよかったんかな。でも靴買ってでもアーマーに置きたいけどね、堕落のクリスタルは。あ、そっか、呪われしダガーをここはあったな。まあ、ちょっとランプ貼っときたかったんやけど、死神の鎌がそれなりの火力出してたから。確かに、だが、ここは、まあ、あったな。あ、です、です。プラチナ会員カードを残していればな。デスを引いたかもしれないのにな。で、デスをクトゥルフ様に捧げられたかもしれないのにな。そうか。ですか。そうやね、再構築機ね。そうね。最後に不安定な再構築機で、
まあ、暗黒ルっていうのが一番綺麗やったな。それ着てくれたらよかった。そう、供物としては、ぴったり。で、クトゥルフ様が食ったから亡くなったみたい。そやな、再構築機着てくれたら一番嬉しかったな。よっ。まあでも、全然いいわ。ど満足だわ。完璧やないか。おう、神よ。